じゃあこんにちは、ゆたかさん。何ですか？以前、江川さんのこう対戦の経験とか、こうベストバッテリーみたいな動画をあったじゃないですか。早かったな江川さんは本当にそうですよね。早かった。 YouTube 断るのも早いからね。そんな出てくれって言ったら嫌だっつって。早いですね。早い早い。悩みもしないんです、ね、何でも早いから。あの投げるのも早いし、早い、ね、テンポも早いし。三本柱ってあの時代から言い始められた。まあでもね、我々の頃ってさ、はい、まあ俺らの時代からかはどうか分かんないけど、はい、大体三本柱っていたんだよね。そうですね。私が小さい時は桑田さん、牧原さん、あと斉藤正樹さん。お前斉藤正樹から先に出さないと大変なことになるよ。炎上しちゃうよ。そうですね。しかも斉藤正樹さんゲストで来てくださって。そうだよ。すいません、斉藤正樹さん、牧原さん、桑田さん、うん、三本柱っていうのがすごく私は印象的。まああるよね、はい、まあ大体ね、なんかこういたよ各球団にね、うん、三本柱って。そうですね、まあカープにもいましたし。あ、いた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 。まあ大野さんとかね、川口、はい、うん、あとは北別府さんとか、はい、本当になんかこう太陽だけだったんじゃない。遠藤、遠藤、遠藤、ちょっと全部同じ。一本柱だ。一本柱も家も建たねえ。そうですよ、崩れますよ。崩れる。でも太陽だけは、うん、あのスーパーカートリオのこの三本柱、三本柱ここがいましたよ。疲れ果ててたけどな。三本柱ももうシーズン途中には痩せ細ってさ、ね、もうこき使われてるから。燃料がないよ。燃料がないって。ガソリンがないよ。ガソリンがない、大変だったと思うんですが、はい、じゃあ江川さんが、はい、投げていたの巨人時代、はい、江川さんの時の三本柱の残りの2投手というのは誰の、まあ、西本さんと、はい、まあ、佐藤さんだとか、あ、まあ、そのちょっと前だったら加藤はじめさんだとかはいたけど、はい、まあ、大体こう俺の年代が近いのは西本さんと佐藤さんだったよね、江川さんと、はい、うん、あ、じゃあこう対戦した時の印象って、まず西本さんっていうと、西本さんはな、やっぱシュートが得意なピッチャーだったんだよ。あのカミソリシュート、まあ、カミソリまではちょっと、カミソリまではいかないな、ヒゲ剃りぐらい。そういうぐらいのシュート、いやいや、というのはやっぱよく打ったんだよ。得意にしてたんですね。得意にしてた、はい、でも最初全く打てなかったんだよ、うん、例えばストライクゾーンがあって、はい、シュートって言ったら俺らの外に来るじゃん、はい、ね、外に来たやつを打ちに行くとさ、全部落ちるか横に滑るかで、うん、届かないんだよ。お、だからハウスイングとかよく取られたよ。あ、そうなんですね、うん、最初の頃ってことで、これを意識してるとここにドーンと来るんだよ、はい、だから最初全然打てなかった。え、それを豊さんどういう風に途中から、そしたら右バッターの人に聞いたんだよ、はい、これ田代さんだったかな、うん、山下さんだったか、西本さんって右バッターってどうやって思ってるんですかって言ったら、これがストライクゾーンだとするじゃん、はい、そしたら西本さんが投げてきた真ん中の球を待つんだって。へえ。でインサイドにシュート来るのは分かってるんだよ、はい、でもインサイドに来たやつを打ちに行くと全部詰まるんだって、うんうんうん、で全部ボールなんだって、はい、だから真ん中を、真ん中に来たボールはもう予測してシュートするっていうことで打ちに行くんだ。あ、そういうことなんだと思って、はい、で俺もここに外にいっぱいに来たボールを打ちに行こうとするじゃない、うん、だから全部出されるし、はい、打てなかったんだよ、うん、真ん中だけ待ったんだよ、はい、それから打てる打てる。そうなんですね。ああ、西本さんのシュートはバットをポンと落とすぐらいでヒット待ってた。そうだったんですね。ああ、あ、じゃあある時からそれ聞いてから得意にするようになったの。得意だった。でもね、やっぱ敵もさることながら、はい、いや考えてきてたよ、うん、こっちからシュート投げるんだよ。逆からの、いや、だから一瞬ボールに感じるんだよ、ね、だから避けようとするじゃん、はい、おそらくこっからシュートしてストライクなんだよ。またややこしいボール投げ出したなと思って、はい、でそれも見極められるようになったんだよ、はい、当たっていいと思えば打てるんだよ。避けなければですよね。で西本さんってコントロールがいいから、はい、避けなくても絶対当てる人じゃないんだよ、はい、だから避けないで振りに行ったらちょうどここからシュートしてインサイドに入ってきてくれる、はい、それで克服したんだよ。はあ、ね、またまた敵も去ることながら
ね、次は次は、はい、西本さんこうやってホーム普通のオーソドックスなホームで投げてくるんだよ、はい、時として、うん、巨人の星かって思うぐらい足上がるんだパーンってと思うじゃない。あれ見てる方はどんな感じなんですか。いや、やっぱタイミング狂うし、はい、プッて吹き出しそうになる。それは嘘ですよね。いや、それは嘘だけど、はい、プッとはならないけど、はい、でもやっぱタイミングの取り方が分かんなくなるんだよ、はい、だから今はセットに入って足を上げて投げる、うん、時としてクイックで投げる、そうやってタイミングを外すじゃない、はい、西本さん違う、うん、足バーン上げてうわーみたいなうわーってなってる瞬間にもう来ちゃうみたいな。そう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 、あの足上げはね有名でした、うん、だからまあやっぱり西本さんもいろいろ考えてたんだなと思って、あ、だからそれでタイミングを狂わせられたんだとかさ。そう、ただだからランナーがいる時なんかはそんな足上がんないから、はい、ですよね、うん、足上がんないから、まあ、タイミングが取りやすかったけどね。だそれを受けてるのが、まあ、山倉さんですよね。山倉さん、山倉さんがリードをする方だったんですか、その西本さん。それとも、ああ、そう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 。でも山倉さんもね、西本さんにリードしやすかったと思うんだ。だいたい要求通りに来るもん。そのぐらいコントロールのいいピッチャーだったから。あ、そうだったんですね。そうそうそう。ただね、塁に出ても走りにくかった。それはクイックが早いんですか。クイックが早い。へ、クイックはキレがあるんだ、牽制にも。はい。こんななってたよ。いやいや、こうやってパッと足が上がるから、はい、あっ、牽制感と思うじゃない、はい、そしたらホーム投げてんだよ。だからこのキレがすごかったんだよ。なかなか走れないですね。走れなかった。え、西本さんの時で盗塁の成功率って良かったですか、うん、いやー、なかなか俺スタート切った記憶はあんまりない。クイックも速かったし、はい、キレがあるし、はい、だから脅しも効いてるし、はい、あーなんてそうですよね。いや、本当に、あ、そうなんですね。バンってやられるとおっと一瞬力入るんだ、こっちも牽制かと思って。そうですよね。だからなかなかね、やっぱ難しかった。あ、やっぱ3本柱のうちの人はいいピッチャーってことですよね、うん、で3人目が佐藤岡さんな、はい、佐藤岡さんはね、ボール自体はねそんな大したことないんだよ、はい、でも足長い、手長いんだよ。あ、そうなんですね。なんか壊れたおもちゃが投げてくるみたいなこんな感じなの。いや、本当にで俺にないものを持ってるじゃん、全部。手足が長い、高身長、イケメンみたいな。それは言うこんなバラバラで投げてくる。本当ですか、その。いや、本当。だからいつ投げたかわからないぐらいなんだよって俺は思ってたの、これは正直な話。はい。で、佐藤川さんってなんかこう素直な感じがするじゃん、はい、全然ボールが素直じゃない。どういうことですか。今でいうカッ、あのナチュラルカットしてるんだよ、はい、だから普通に打つと全部詰まるんだよ。あ、だから打ちにくかった。あ、そうなんですね。打ちにくかった、嫌いだったもん。その対戦成績は豊さんの記憶の中ではどうでした。あのね、はい、最初の頃佐藤さんって球はそんなに速くはないし、はい、でやっぱこうカットだとか落としてくるとか、うん、そういうことが多かったから、はい、流しに行こうと思ってたんだよ、うんうん、ボールをできるだけ手元に引きつけて最後まで見てボールを反対方向に打とうと思ってたんだよ、はい、ダメなんだよ、打てないんだよ。で、ある時に先頭打者ホームラン打ったんだよ、うん、あれ逆に泳いでもこのピッチャーはカットするし引っ張り行った方がいいなと思って、はい、それから引っ張り出したんだよ、はい、それから打てるの。おー、あ、そうなんですね。だからピッチャーによって打っていく方向、はい、そういうものの駆け引き、だから外にこう行くボールを追っかけて打ちに行くと全部ダメなんだよ、はい、引っ張れるボールを待って打ちに行くと打てるようになった、はい、おー、ただやっぱ佐藤岡さんも走りにくかった。え、そうなんですか。普通牽制って、はい、最多でどのぐらい来ると思う。何球ぐらい来ると思う。何球投げられたらまあ大体ホーム行くよなって。まあ大体 2,3 球。そうだよな、はい、3球投げたら多いなと思う。思います。4球目はないと思います。5球6球来るんだよ。ちょっと多すぎる。お前俺と勝負してんのかみたいな。いや、そうですよね。いやいや、いつこかったから。そんなですか。 5球6球。すごいすごい。それが結婚しないんだと思う。それは関係ないから。それは関係ないんですよ。え、そういう場合って、いや普通さ、はい、3球来て4球来るね、
こいな、よくうわしつこいなと思って、5球は来ないだろうと思ったら5球目で刺された時だいや本当にそういう時ってどういう気持ちなんですか、5球目で来られて。いやこの人しつこいなと思ってさ、俺多分審判は分かってなかったと思うけど、はい、あれ俺厳密に言ったらボークなのこれはこうやって足があるでしょ、はい、一瞬ね右足のこっちのこの膝を、はい、膝の後ろね、はい、これをこうやって動かすんだよ、うん、いや普通ね、うん、こうやって動かしたピッチャーって大体ホームに投げるんだよ、はい、ね、動かしたからこっち来るから、ね、お前ボークだろうとか思いながら審判に何回か言ったことある、あれボークじゃないですか、ね、はい、したらいや違う、えあれ審判見えてないと思うしつこすぎてあもう5球、もう審判も嫌気さして、そうですよね、だって佐々岡さんの時審判が肩こりって言ってた、なんでセーフセーフって言う一塁もう肩こってしょうがない、いやそうですよね、いや本当にやっぱしつこい、でもそのぐらい、いやでもねぐらいが、まあ西本さんも佐々岡さんもそうだけど、はい、やっぱ勝負には徹してたよね、うん、そのぐらいやっぱ走るっていうのが分かっててね、遠慮しないよね、いやそうですよ、ミスいつか走るんだろうって、だから5球も6球も来るみたいな、はい、でも楽しかったよね、対戦していてですか、あの考えさせられるから、まあ、西本さんはどうやったら打てるかとかさ、うん、こっからシュート入れてきたりだとかさ、うん、ね、それを俺が逃げないで我慢したら打てるようになるとかさ、はい、そういう駆け引きもあったし、うん、佐藤岡さんは流しに行こうと思ったら全部失敗してたけど、はい、逆に引っ張りに行ってみようとかさ、うん、考えさせてくれるようなやっぱ好投手だったよね。あでやっぱりそういう投手と対戦してると、まあ、楽しいですし自分の技術も成長になるよね。そうですよね、うん、だからいい勉強させてもらったよ。あじゃああので巨人はねその頃は本当に今もそうだかも分かんないけど絶対負けられないっていう、うん、そういうなんか悲壮感の下でマウンドに来てたから、はい、もうやっぱ各ピッチャーが必死だったんだよ、うんね、だから、まあ、それらのボールも持ってたし、うん、その粘りもあるし、うん、だからいい対戦をすごくさせてもらったと。そうですね、うん、まあ、いい時代というか、そうだね、ね、そういうマッチしたってことですもんね。佐藤さん、YouTube 出てくださいよって言ったら、いたか、来年かなって、なんか引っ張んだよね、何をそんなに引っ張るんですかね、分かんない、俺はまだ YouTube1 回も出てないんだけどさ、みたいな。何を引っ張ってんのか分かんないんだよそうですよね、なんかいやらしいよ、あ YouTube に出るの、うん、でも絶対引っ張り出したやろうと。あそうですよね、佐田岡さんはすごく人のいい人でね、あそうなんですね、ものすごい人が良くて、うん、いつもなんか俺が気がつかなかったら、普通先輩じゃない、はい、気がつかなかったらほっとこうとかさ、うん、そういう人じゃないんだよ、うん、おいタカ元気かとか言ってすぐ来てくれ、向こう側あすいません気がつきませんでしたとか言って、はい、すごいいい人で、あそうなんですね、うん、まあ、今も、進行はあるけど、あじゃあぜひ YouTube にね、そうだね、あの5球6球の牽制の思い出を聞きたいですよね。そうそう、まあでもアイドルの走りっていうかさ、野球界の、うん、やっぱ佐々岡さんぐらいからだからね。そうですよね、きっと それで原が受け継いで、はい、荒木大輔フィーバーとか大輔ちゃんフィーバーとか、はい、まあ、それにつながったからね。もうその走りの方ですね。もう走りかっこよかったもん、かわいかったもん、坊主頭でかわいかったです。そうそう、あまあね、今日はじゃあちょっと巨人の三本柱江川さん以外の、うん、西本さん、そして佐藤岡さんとの対戦の思い出を豊さんに語っていただきました。はい、はい。